あ緊張する。もうすぐ来る、もうすぐさあさあさあ、入ってまいりました。すごい落ち着くお店でございます。店員さん。あ、よろしくお願いします。いやー、素晴らしい。働いて何年えっと、今で4年半です。素晴らしいベテランさん。はい、じゃあ、素晴らしていただきまーす。はい、じゃあ、おすすめもらっちゃおうかな。はい。えっと、当店自慢の、えっと、ハンバーグ定食をご用意しております。あ、わかりました。じゃあ、はい、メロンソーダつけちゃって。はい、かしこまりました。いやー、楽しみでございます。 さあ、最近できた飲食店ということもあって、さすがに人気、そして綺麗なあ、ありがとうございます。最近できてますね。あ、そうですか。はい、はい。じゃあ、いただきます。うーん、美味しいとろけちゃうこれ、着色に使ってますね。すごい色鮮やかです。赤色ナンゴ、すごいですね。うーん、美味しいメロンソーダもいただいちゃおう。んー もう、色鮮やか。うん、着色料を使ってますね。いや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 。皆さん、ここのお店、最近できたお店なんですごい綺麗です。そして、なんて言ったえ、もう、えっと、4年半になります。あ、4年半になります。最初から働いてはるスタッフさん。<laughs> 素晴らしい。はい、えー、裏側全部知ってると思います。えー、このお店着色料を使ってます。すごい綺麗です。色鮮やか。美味しそう。色がパキッとしてる。うん。 美味しいうん、味は美味しいです。見た目も美味しい。なぜか着色料を使ってるからです。マジこれ美味しいですよ。え、マジこいつ うん、このメロンソーダ、色がパキッとしている。着色料を使ってます。やばっいや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 。生放送やねんけど。やはり、食べ物というのはパキッと色つけないと美味しく見えないんですよね。うん。オーガニックとかだとぼやっとしちゃう。うん。ここはちゃんと着色料を使っております。色がパキッとしております。あれ、じゃあ、あの、実はですね、これ全部あの、自然食品でございまして。あ、そうなんですかあの、当店はオーガニックを売りにしております。ええー。すべてオーガニックで、すべて自然のもので作られております。自然の着色料を使っておられるということですね。マジこいつ赤色なんの いやいやいや。それやばいよな。うーん、いしい。その一言マジやばいよな。マジじゃん。日本色パキッとしてるとかさ。うん<ー>。え、スタッフなんで何も思わんの輪郭がぼやっとしてない。パキッとしてる。これやばいで。着色料が仕事をしていますこ。これやばい。皆さん。生放送で適当なこと言ってる。食べに来てくださいねー。いや、あの、着色料使ってないんでー。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。サイン。 サイン。あかんわ、こいつロケしすぎてるわ。サインね。はい。こいつロケしすぎて人間失ってるわ、あ、あのスタ、スタッフにあのー、敷き縛しといて。うん、後でしとくから。こいつ腐ってるわ。あいつほんま腐ってる。お前が着色料使っていけばパキッとせい 当店の自慢はオーガニック。すべて自然の食品で、どなたでも健康に食べられます。皆さんよかったら<ー>、いらっしゃいませ。いいーこのかき氷、うん、着色料使ってますね。うわ、うわあいつまだ出てるやん。すっごい美味しいです。色がパキッとしている。<laughs> そう、やばいってなんでオッケーこの近辺でロケ回れて効率がいい。着色料使ってますね。この近辺全員着色料使ってることあるやんけ。ぜひ、読んでください。 どうも、ベテランヤンキーです。どうも、小学生です。僕たち、共通点がないように見えてあるんです。一つだけ。僕たち、ネタ,ネタサロン会員です。みんな、僕たちと共通点作らない不透明すぎて入るのが怖い、ネタサロン。ジャルジャルタワー